皆さん、こんにちは。本日、異界のカノン鬼ごっこをやっていきたいと思います。で、今回、異界のカノン鬼ごっこに挑戦していただく4名。この4人です。はい。鬼が1人ずつ増えていく鬼ごっこなんですけども、まだ、逃げ切った人、俺を含めていないんですよ。これ難しくて。なので、今回4人、頑張ってください。さあ、異界のカノン鬼ごっこ、本日のステージ、ネギトロ炭鉱でやっていきたいと思います。うなちゃんは感染モードで、みんなが逃げているところですね。実況解説していきたいと思うんですけども。さあ、回線は落ちずにいけるのか。さあ、一人目の異界のカノンが出てきました。さあ、出てきました。回線落ちないみたいですね。よかった、よかった。さあ、これは1分経つと、異界のカノンが一人ずつ増えていくっていう、鬼ごっことなってます。で、異界のカノン、まずね、塗ってから行くタイプですね、今回の異界のカノンさん。お!一人見つけたんじゃないか?一人見つけたね。今回ネギトロ炭鉱なので、ちょっとこのエレベーターを使うという、戦い方ができますね。さあ、異界のカノン、しっかり塗ってから行くタイプだ。これはじっくり行くタイプの異界のカノンですね。お、向かってる向かってる。いいよ。異界のカノンいいよ。さあ、残り20秒で、別の子が出てまいります。さあ、朝耳ちゃんが移動して、みりんちゃんと今合流して、ミートは隠れていますね。タヌキも隠れております。さあ、異界のカノン、ちょっと近づいてきてるぞ。大丈夫か?さあ、これで残り、もう一人の異界のカノン、さあ、ここで出てきました。さあ、おっと、目の前に生まれた瞬間に目の前に敵がいたぞ!さあ、逃げてる、あ、逃げてる、あ、あっと、挟み撃ちもできるのか?ミート追いかけてる。二人目の異界のカノンがミート追いかけてる。さあ、これ逃げ切れるのか?異界のカノン。さあ、上、あ、降りた!逃げる!もうあとちょっとだ!頑張れ!もう一人の異界のカノンは?別残ってますか?別残ってるかな?別残ってるね。うまいこと、朝耳ちゃんが隠れてる。さあ、みりんちゃんは?パブロです。あ、でも目の前、二人で追いかけられてるぞ!うまい!しっかりとエレベーターを使っていく。残り時間半分を切るところなんですけども、こうなるとこうなるで、もしかしたら、もう一人が出てくる可能性があるので、気をつけなくちゃいけないっす。あ、すごい、入れ食い。ここ入れ食い。すごい。あ、三人目の異界のカノン出てきました。三人目出てきた。すごい。下にめっちゃいる。下に逃げる子めっちゃいる。最初の異界の、あ、誰かやられましたね。タヌキがやられた。さあ、一人目タヌキがやられました。さあ、今ミートが追いかけられてるぞ。待って、もう一人ミリンがやられたぞ。ミリンが。さあ、朝耳ちゃんと、ミートやられてしまった。さあ、残り、朝耳ちゃんですね、生き残ってるのは。さあ、最後の一人。さあ、残り時間56分まで逃げ切れればいいんですけども、今3人出てるけど、もう一人出てきます。さあ、見つかったぞ。後ろの子に見つかった。後ろのイカルカノに見つかった。最後の一人が、あと1分で出てくるのか?最終兵器を一回のカノン。出てきた!最後の一人出てきた!あー!惜しい !4 人目にやられてしまったー。はい、第2回戦目。ステージは、空港。カジキ空港。ではなく、ターミナル。あれ、なんだっけ、このステージの名前。なんだっけ、忘れちゃったけど、今回、イカエロカノンさん、またしっかり塗るタイプで、出てまいりました。はい。ただ、このちょっとステージでかいので、もしかしたら、捕まえにくい。もしかしたら、イカエロカノンの方が有利ではなく、不利では、あるんじゃないかなと思います。さあ、目の前にミートがいる。イカエロカノン追いかけてますね。ゆっくり行くタイプだ。おっと!右と左に敵がいて、しかもインクがなくなってしまった。これはしっかりインク回復してから行きたい。いや、今、もしかしたら、逃げる側からしたら、ちょっとラッキーでしたね。まあ、もう少し出てくるんじゃない?二人目出てくるんじゃない?さあ、二人目出てきましたー!二人目おっと、目の前に誰か見つけたぞ。みりんを見つけて、
タヌキもいるぞ。おっと、一人、一人やられてしまった。あっちの怒りのカノンが一人倒しましたね。残り三人、残り三人になりました。ミートがやられましたね。さあ、怒りのカノン二人で追いかけております。あ。これは待機してる方ですね。待機してる怒りのカノンですね。さあ、浅耳ちゃん、浅耳ちゃんやられてしまう。さあ、もうまだ二人なのに、まだ二人なのに、もう二人やられてしまった。言いづらいな。いや、パブロやっぱ逃げやすいんじゃないか、これ。いい感じに逃げているぞ。二人のパブロがしっかり逃げております。もう少ししたら三人目出てくるので気をつけなくちゃいけないですね。おー、彼らは二人違うところに、違うところから逃げております。あ、やばい！みりんがやばい、みりんがやばいぞ。あー、やられてしまったー！これで残り最後はタヌキだけ。さ、三人目の怒りのカノンも出てきましたね。インクがなくなるかだけなんですけど、あとは。やばい、インクがない！まずい！インク回復してるところに来てしまった！やばいよ！やばい、逃げ切れるのか！おっ、これパブロの力、あ、インクなくなった！意外のカノン強し。さあ、第3回目、意外のカノン鬼ごっこスタートです。第3回っていうか、まあ、1回の、ね、普通に3人、わかんなくなっちゃった。自分で何言ってるのかわかんなくなっちゃった。意外のカノン、とりあえず頑張って塗っております。さあ、今回逃げ切れるのか。一応ね、パブロが2人と、若葉シューターが1人と、ザップですね。ザップの子、浅耳ちゃんだけちょっと逆側に。みんなとは逆側にいます。それうまいこと、おとりを。他の子、おとりにしようとしているのかな。意外のカノン、じゃあみんなのとこ来ましたね。ちょっとみんなのとこ来て、お、他の子逃げていきましたね。こっち逃げたけど、さあ、もう少しで1分経つので、もう少ししたら、他のね、2階のカノンが出てきますね。ドキドキしてんじゃないこれ。あ、やばい！危ない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 。2人で逃げてる、2人で逃げてる。いいね、いいね、いいね。さあ、ここで2人目のね、2階のカノンが出てきましたね。わ、ちょっとなんか強そうだぞ、この2階のカノン。めっちゃ動きが機敏な気がしてきた。あ、浅耳ちゃんの近くにやってきたか。浅耳ちゃんを、あ、動かすことできるのか。おっとおっと、目の前のパブロに、目の前のパブロを見つけた。意外のカノン二人合流して。ただ同じとこにいるから逃げやすさはあるのかな。タヌキが危ない、タヌキが危ない。あ、でもタヌキは無視だ。完全にタヌキは無視。おー、うまいこと浅耳ちゃんが隠れ切りました。パブロはね、逃げれるんですけど、やっぱヘイト溜まりますね、バレちゃうんで。はい、ミート、うまいこと隠れてる。お、うまいぞ、隠れるのがうまい。しっかりこれ隠れ切りましたね。さあ、3人目の、3人目の怒りのカノンが出てくるのかな。出てきましたね、3人目。さあ、目の前に浅耳ちゃんがいる。そう、浅耳ちゃんこれ倒しに行ってますね。完全狙ってますね。さあ、逃げ切れるのか。浅耳ちゃんを逃げ切れるのか。さあ、上野に当たったけど、うまい！これはしっかり上に逃げてった。うまいぞ。さあ、逃げ切れるか、浅耳ちゃん。あはは、二人に追われてる。これは、来た。おっと、一人やられてしまった。パブロが一人やられてしまった。やばい、やばい。頑張れ、逃げるんだ。頑張るんだ。あはは、三人に、あはは。これは三人にやられてしまった。さあ、タヌキがしっかり隠れている。おっと、うまい。逃げていく。ミートもしっかり隠れてますね。うまいぞ。最後の4人目出てくる可能性がありますよ、これ。残り1分、残り1分。ちょっとタヌキが危ないか？タヌキが？タヌキが散らしている。鬼を散らしている。鬼を散らしている。逃げてる、うまい！さあ、4人目、4人目出てきたよ。あ、目の前に、目の前にいる2人で、危ない危ない危ない。あー、1人やられてしまった。ミートがやられてしまった。タヌキだけ、残りタヌキだけ頑張って逃げるんだ。インクがない、インクがない、頑張れ、インクがない、インクがない、インクがないけど頑張って、頑張れ。あー、惜しい、めっちゃ惜しかった。イカエロカノン強い。